1996年のロセインズ。シーボードエアライン鉄道は、1900年4月14日から1967年7月1日にかけてアメリカ合衆国に存在した鉄道運営組織である。ザルート・オブ・カーティアス・サービスをモットーとしていた。1967年に競合相手であったアトランティック・コーストライン鉄道と合併し、 シーボードコースとライン鉄道となった。本社は1958年までバージニア州ポーツマス、後に同州リッチモンドに移された。その後の合併を経て、2017年現在は CSX トランスポーテーションの一部となっている。青が SAL の赤が ACL の幹線。後に CSX トランスポーテーションの S 線、A 線となる。 SAL の幹線は、リッチモンドからノースカロライナ州ローリー、サウスカロライナ州コロンビア、ジョージア州サバンナを経由して、フロリダ州ジャクソンビルに至る路線であった。ジャクソンビルは、フロリダへの旅行者の乗り換え駅であった。SAL の路線は、ジャクソンビルからさらに、タンパ、セントピーターズバーグ、ウェストパームビーチ、マイアミへと伸びていた。これらの地域は、 旅行者のポピュラーな目的地であった。もう一つの重要なルートとして、ジャクソンビルからタラハシーを経て、ルイビルナッシュビル鉄道との接続地点であるチャタフーチまでの路線があった。この路線を経由して、ルイジアナ州ニューオーリンズへ列車を走らせていた。ノースカロライナ州ハムレットからは、ジョージア州アトランタ、アラバマ州バーミングハムへの路線が分岐している。 ノースカロライナ州ノーライナからバージニア州ポーツマスへの路線は SAL を構成する路線の中でも最も早く開業した路線である。20世紀前半 SAL は競合する ACL やフロリダイーストコースト鉄道やサザン鉄道とともにアメリカ南東部とりわけフロリダの経済的な発展に大きな貢献を果たした。最大の収入源は アメリカ北東部からの降落客であった。アメリカ南部からは、切り出された木材や鉱物、生産品、特に、フロリダのシトナスを北東部に運搬していた。SAL の企業としての歴史は、1832年3月8日に、スタートしている。この日は、ポーツマスからロアノーク側のエルドン港までの鉄道、ポーツマスロアノーク鉄道の建設許可が、 バージニア州とノースカロライナ州の立法府から出された日である。2ヶ月間、馬車牽引で営業した後、蒸気機関車が牽引にする営業運転が開始されたのは1834年9月4日である。ポーツマスから17キロメートル先のサフォークまでの列車が1日に片道2本運転されていた。1837年6月。 P&R はウェルドンまで開通した。ウェルドンは、ウィルミントンローリー鉄道との接続点であった。1846年、経営危機の後、P&R は、シーボードロアノーク鉄道へと再編された。通称シーボードロードと呼ばれる鉄道である。その間、1836年11月1日より、ローリーガストン鉄道の建設が開始された。 1840年3月21日より営業を開始する予定だったが、南北戦争後、このルートはインランドエアラインルートと懸念された。1853年、ロアノークガストン鉄道がシーボードロアノーク鉄道とウェルドンで接続した。これでポーツマスからローリーまでの176マイルのサービスが整った。 アメリカ南部では5フィート機関が好まれていたが、両鉄道は標準機で付設されていた。そのため、直通する列車もあり、2を積み替える必要がなくなった。飛行機を使った移動が現実のものではなかった時代、鉄道の名称にあるエアラインという言葉は日天間の最短距離のメタファーであった。日天間に立ちはだかる山や谷といった地形を無視して、 空中を一直線に結ぶ、つまり最短時間で結ぶという程度の意味である。19世紀の鉄道会社にはしばしば用いられた言葉でもあり、競合他社よりも短い距離や所要時間であることを主張するために使われた。SAL は航空機を所有したことはないが、1940年シーボード航空を立ち上げようとしたことがある。しかし、 週刊通商委員会により、反トラスト法に定触するとされ、実現しなかった。麺、タバコなどの生産品を、ピードモント大地からポーツマスまで運搬し、また旅客輸送も行うことで、1850年代には、盛況を誇った、この鉄道であったが、南北戦争の勃発にその動きが止まってしまった。南北領軍により、 橋梁や軌道が繰り返し破壊されたのである。戦後に、ようやく盛況を取り戻し、1873年の強行の中でも利益を出し続けた。株主への配当は毎年8%であった。1871年、R&G が唯一ハムレットに到達していた、ローリーオーガスタエアライン鉄道を取得した。ところが、1873年、 R&G とその子会社は、資金繰りに行き詰まった。シーボードロアノーク鉄道の社長であるジョン・エム・ロビンソンは、その危機を救い、計算者の社長となった。1881年までに、シーボードロアノーク鉄道、R&G をはじめとする何社かも視線も含めて一体として、運営を行うシーボードエアラインシステムを構成する、形となった。 この名称は、主たる二つ鉄道名を結合したものであった。1881年、シーボード、薬中シーボードエアラインシステムを指すのか、シーボードロアノーク鉄道を指すのか、未調査。イカ道はモンローを経てシャーロットまで路線を伸ばした。そして1889年、まだ竣工していなかった、ジョージアカロライナノーザン鉄道をリースした。 この鉄道はモンローからアトランタに向かう路線として建設が進められており、1892年に開通した。業績が好調であった1890年代、アトランタと米国北東部を結ぶ優等旅客列車の運行を誇りとしていた。その列車は SAL トレインといい、プルマン型客車を連ねた編成で、アトランタからポーツマースの鳩場まで運行されていた。 ポーツマスでは、旅客はそのまま、ボルチモアやニューヨークへの蒸気船乗り換えることができた。また、ACL の路線を使用する優等列車の、アトランタスペシャルが毎日アトランタと、ワシントン DC を結んでいた。その列車は、ACL のウェルドン・リッチモンド間と、リッチモンド・フレデリックスバーグ&、ポトマック鉄道のリッチモンド・ワシントン DC 間を、利用した。 1898年から1900年の間に、シーボードは、ノースカロライナ州、ノーライナからリッチモンドまでの路線を付設し、アトランタからリッチモンドまでの路線が完成した。19世紀末の20年間、フロリダへのアクセスルートがいくつか竣工した。フロリダへのアクセスの重要度は急増し、鉄道のハブであるアトランタへのルートと、同等視されるようになっていた。 1885年から1887年の間、パルメット鉄道はサウスカロライナ州チローから南下し、ハムレットに至る路線を建設した。1895年、シーボードはパルメット鉄道を支配下に置き、さらに同州、コロンビアまで路線を伸ばした。一方、建設と買収により、フロリダセントラルペニンシュラ鉄道がコロンビアから南下し、 ジャクソンビルを経由して、メキシコ湾の港湾都市、タンパまでの路線を1894年までに建設した。1899年に SAL は FC&P を支配下に置き、1903年には併合した。1895年、FC&P と接続するジョージア州サバンナからアラバマ州。 モンゴメリーまでの路線持つサバンナアメリカスモンゴメリー鉄道がリッチモンドのバンカージョンウェル・ウィリアムズとその息子たちを含むシンジケートに買収され息子の一人ジョン・スケルトン・ウィリアムズが車両の座につきジョージアアラバマ鉄道と解消したウィリアムズとその出資者たちはシーボードエアラインシステムを構成する鉄道を統合する計画を持っていた 1900年、ウィリアムの息子の一人のリーダーシップにより、ジョージアアラバマ鉄道のオーナーたちは、シーボードエアラインシステムと FC、FC&P の企業支配力を獲得した。同年4月14日、それらの鉄道の19の子会社を統合し、シーボードエアライン鉄道が設立された。1900年6月3日、ニューヨークタンパ間の営業を開始した。列車の運営は、 ニューヨークワシントン DC マを、ペンシルバニア鉄道、リッチモンドまでを、RFP、タンパまでを SAL がそれぞれ担当した。この運行はアムトラックが組織された1971年まで続けられた。同年7月1日、SAL は G&A、FC&P、アトランティックスワニーリバーガルフ鉄道の運営を正式に開始した。 1904年、前年に、SAL の子会社となった、アトランタバーミングハムエアライン鉄道が、アトランタから、アラバマ州、バーミングハムまでの路線の建設を終えた。バーミングハムは、アメリカ南部最大の鉄鋼生産地であり、SAL の路線網の一端として、重要な都市であった。不幸なことに、2600マイルに及ぶ新線は、予期していたほどの盛況とならなかった。 続いて1907年パニック、パニックオブ1907がアメリカ経済を襲い、SAL は翌年破産した。再建されたのは1915年であった。アメリカ国内の多くの鉄道と同じように、第一次世界大戦の勃発により SAL は国有化され、1917年12月28日より、 アメリカ合衆国鉄道管理局により運営された。この状態は1920年3月1日まで続いた。その後、急速に開発されたフロリダへの旅行者の急増に伴い、SAL の業績は好調となった。1926年までには、フロリダ州コールマンから、ウェストパームビーチを経てマイアミ、そして、ホームステッドへ向かう観戦が完成した。 このフロリダブームは、フロリダの土地ブームによって引き起こされたものだが、このブームが破綻し、さらに世界恐慌が追い打ちをかける形となり、1930年、SAL は3度を破産してしまった。以後、裁判所が任命する破産管財人により1946年まで運営された。同年、社名をシーボードエアーラインレールロードと変更し、略称は SAL のまま。 日本語訳としては以前と同じシーボードエア、ライン鉄道となる。レールロードとレールウェイの使い分けも参照、再建された。再建期間中、旅客の増加を目指した積極的なマーケティングと技術開発により、1939年にはニューヨークとマイアミを結ぶ流線系の列車、シルバーメティオを運行開始するなどして、SAL の財政は立て直された。 第二次世界大戦による特需もそれに一役買った。1944年、シルバー・メティオだけで年間800万ドルを超える利益をもたらしたほどであった。この金額は世界恐慌末期の1933年における全鉄道会社の赤字総額に匹敵する。戦後は蒸気機関車からディーゼル機関車への転換によるコスト削減に早くから取り組み、 SAL の感染におけるディーゼル化は1953年までに完了した。同時期に CTC も導入し、時間と経費を節約しつつ、安全性の向上も果たした。しかしながら、1950年代から1960年代にかけて、航空機の発達、トラック輸送、高速道路等の充実により、アメリカにおける他の鉄道と同様、 SAL の収入は減少に転じた。とりわけ旅客列車において顕著であった。コスト削減、そして航空機やトラック輸送への対抗のため、1958年、SAL と並行しているアトランティックコーストライン鉄道との合併協議に入った。1967年まで、週刊通商委員会により承認されなかったが、 同年7月1日、SAL と ACL は合併し、シーボードコーストライン鉄道となった。長年にわたり、SAL は、シーボード、ACL は、コーストラインと呼び習わされていたため、それを統合した名称となった。合併時点での路線延長は、約1万マイル、従業員数は2万3000人であった。 翌1971年5月1日、SCL は旅客列車の運行すべてを新たに設立されたアムトラックに移管した。アムトラックは利益の出るシルバーメティオやシルバースターの運行は引き継ぎ、その他のものは廃止した。以後、持ち株会社への移行、チェシーシステムへの統合を経て、現在は、 CSX トランスポーテーションに統合されている。1922年、SAL は、ボルチモアスチームパケットの運営権を手に入れた。オールドベイラインと呼ばれる航路で、ノーフォークとボルチモアの間を結び、乗客や車のほか郵便や貨物を昼夜問わずに輸送していた。同社は、買収されると同時に、社長である、ソロモンデビーズ・オーフィールドは、 SAL の社長に就任した。なお、ウォーフィールドは、ウォリス・シンプソンのおじにあたる。1941年、ACL と総が合同で所有していた、チェサピークスチームシップとオールドベイラインが合併した。やがて、航空機や高速道路の発達により業績は悪化し、1962年に、会社は生産された。以下に、SAL の運行していた。 旅客列車の一部を列記する。そのうちのいくつかは SCL、そしてアムトラックに継承された。ニューヨーク始発の列車はワシントン DC までは PRR により運行され、リッチモンドまでは RFP により運行された。フロリダに向かう流線系の列車が描かれたハガキ。描かれたディーゼル機関車は、 SAL における1939年から1954年の間の塗装パターン、サボテンに塗られている。絵はがきに見る SAL のユニークな展望車の内部。ガラス天井になっており、サンラウンジと呼ばれた。この車両は1955年製造。車高の高いドームカーは、高さ制限の厳しいワシンドン DC 北方の北東回廊には不適であった。 以下の列車は SAL が大々的に宣伝を打ったものである。カラフルなエムドのディーゼル機関車が牽引するステンレス製の優先系客車による編成で知られている。競合相手である ACL より競争力が弱いため SAL はしばしば新たなサービスを提供することで利益を増強してきた。SAL は以下の点で初の鉄道である。 ABC Prince, Richard E., Seaboard Airline Railway, Steam Boats, Locomotives, and History, Indiana University Press, ISBN 0253336953, Classic Trains Magazine.Railroading History, Train Travel, Steam Locomotives, Falling Flags, P.S. Hatt Abbey Solomon. ブライアン、CSX、ンビ・パブリッシング・カンパニー、ピアニッシモ、32から34、ISBN 0760317968、ABCD ・ウェルシュ。ヨゼフ・ M、バイ・ストリームライナー、ニューヨーク・ツー・フロリダ、アンドーバー・ジャンクション、ニュージャージー。 アンドオーバージャンクションパブリケーションズ ISBN 九兆七千八百九億四四千百十一万九千百四十三ガルフウィンドハットルーツトレインズオンザイブオブアムトラックデュークユニバーシティアドアクセスウェブサイトタイプシーボードインザサーチボックスアットレフトオブページツーブリングアップシーボードアドバタイズメントフロムザ千九百四十 s 千九百五十 s ありがとうございます。